どうもこんにちは、パワーポケエクゼ世代ゆうきです。このチャンネルではパワプロくんポケットとロックマンエクゼを中心に実況や考察、検証、最新情報などをお届けしております。パワポケとエクゼが好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をしておいてください。では今回の動画いきましょう。ということで今回はパワポケ R で恐れている、これはやめてという3つの変化についてお話ししていきたいと思います。いや、パワポケ R 発売決まってもう本当に嬉しいんですよ。パワポケ18年遊び続けてきて、パワポケを中心にゲーム実況とかランキング動画とかこうやって考察動画とかを上げてる身としてはもう YouTuber で一番喜んだんじゃないかな僕がっていうぐらい嬉しいんですけど、まあね、ちょっと恐れてるというか、リメイクでこうなったら嫌だなっていうのが3つ僕の中でありますので、そちらを紹介していきたいと思います。皆さんもこれはやめてほしいなっていうのがもしあったらね、コメントで教えていただけると嬉しいです。では行きましょう。まず1つ目、綺麗すぎる表情や背景。これ何かって言った時に、決まった時の映像の中のこのパワプロくん亀田くんの隣の席に座ってて転校してきたシーンですね。これ左が R で右がゲームボーイアドバンスなんですけど、黒板とか床とか机周りとか見ると結構綺麗になってるんですよね。教室がかなり綺麗になっていて、こう右側の方がちょっと荒廃した学校というか、まあ荒れてるんだろうなっていう感じあるけど、左側、まあ、黒板歪んでてひび入ってるから結構荒れてる感はあるけど、右側ほどは伝わってこないなって。右の黒板の削れ方というか、あれやばくない？あんなどうやったらあんなんできるのっていうぐらいなんですけど、とかこっちでも結構思ったんですよね。これアスカの初登場シーンなんですけど、背景が、まあ、パワープロのグラフィックをそのまま流用してると思うんですけど、結構ほんと綺麗じゃないですか。で右が極悪方向なんですけど、ちょっとまあ小汚いというか、なんか薄汚れた教室みたいな感じで机とかも汚かったりするんですよ。で後ろに貼ってある掲示物とかも破れていたりとかね。これがまあ、R の方、左の方だと、もう本当に一般的な教室、もう普通の学校の教室に見えちゃうんですよね。っていうところで、綺麗になりすぎてるのが、パワプロからの理由だから仕方のない面ももちろんあるんですけど、ちょっとイメージが変わってしまわないかなって、あ、極悪高校って普通の学校なんだなってなったら、ちょっと、ゲームというか作品に関する印象が変わってしまいそうで、ちょっと嫌だなって思ったりしてます。あともう一個、ガイドさんのイベントですね。こちら、左が R で、右上がアドバンスで、右下がゲームボーイカラーなんですけど、ガイドさんがこれ2年目になって、主人公一生しないと、教頭にもう廃部や廃部って言われて、まあ、困ってるシーンの時に葉っぱかけられてるんですけど、このシーンでガイドさんの表情を見てください。R は普通の表情してます。ゲームボーイアドバンスとカラーは手を振り上げて本当に怒ってる表情してますよね。ゲームボーイカラーなんかもうほぼ白目向いてんじゃないかぐらいの、黒目ちっちゃいのかな、どっちなんでしょうね、わからないですけど、くらいの表情してるんですけど、 R だとこれが表情がね、ちょっと怒りというか、このガイドさんの本気さがあんまり伝わってこないなって思っちゃったんですよ。でまあ開発段階っていうこともあって、2年目2月4週にこのイベント発生するのもおかしくないかなってちょっと思ってたんで、もしかしたら開発段階でこの辺がまだしっかり週とかも確定してないし、表情とかも確定してないし、実際に発売されるのが冬なんで、冬までに調整をかけてこのこら辺の表情とかも、まあ、手振り上げてる感じになるのかなとも思ってるんですけど、っていうかぜひそうなってほしいと思ってますね。いやー、なってほしいな。ちょっとこのシーンは大事なシーンだから印象変わるのを恐れています。っていうように、まあ、綺麗なのは嬉しいんですよ。綺麗なのは嬉しいんですけど、綺麗すぎて、特にモグラーズよりもこっち、モグラーズはあれだな、あの寮の貧乏さとかボロさ伝わるといいと思ってるんですけど、極悪高校が普通の学校っぽくなっちゃわないかなっていうところが心配だったりします。そして2つ目、過度な追加要素。これ結構恐れてるんですよね。パワポケって基本マルチエンディングなんですよ。静止っていうストーリーでナンバリングをごとにこういうルート通ったんじゃないかなみたいな静止、それを静止って言うんですけど、静止っていうのはありつつも基本的にはいろんなエンディングでいろんなルート通れるし、いろんな彼女攻略できるし、それでエンディングを自分で目指していくみたいな感じなんで、追加要素ってかなりやりやすいんですよ、パワポケ。それこそ彼女候補を1人増やすとかでも、
もう大筋に関わらなければいくらでも増やしようはあるんじゃないかなっていう感じのソフトだからこそ、過度に追加したらまずいと思ってます。もう追加しすぎて大筋とかストーリー性とか、もうイベント追加した結果キャラクターへの認識がなんか、あれこんなキャラだったっけ、なんか全然変わってるんだけどみたいにならないかなっていうのが心配です。で、追加するとしたら、このドクダマリコとか1だったらね、あの R の話を基準にすると、ドクダマリコみたいな彼女キャラだったら基本的にもう何人追加しようが大筋にはほぼ影響ないじゃないですか。あとはそうですね、13でいうあさみちゃんとか、七島あさみちゃんとか、あとなんだろうな、10とかだと、10誰だ、ムーミンとかは追加されても問題ないからね、あそこら辺は大筋にはそこまで影響ないんで、っていうのを追加しても大丈夫だなと思ったりとか、あとさとみちゃんってパワポケの大筋にすごい関係があるんですけど、例えばさとみちゃんのプロペラ団に入る時の話とかも設定としてもあるんですよ。パワポケ大全っていう公式の方に載ってたりするんですけど、まあそういう設定とかを掘っていって、ここで紹介、なんか R の追加イベントで紹介みたいなのをするのは、そのキャラクターの設定がさらに知れて面白いんじゃないかなとは思ってますね。まあ、他にもこうやって周りとあんまり関わり薄そうなキャラなら基本問題なかったりとか、関わりがあってもストーリーの本筋に大きく影響を与えなければ問題はないんじゃないかなとは思ってるんですけど、逆にそれこそストーリーの大筋とか今までのイメージガラッと変えてしまう要素、まあそうですね、メインストーリー大きく変えてしまうような、例えばノリカが実は美人だった、こいつねこいつが実は美人だったみたいな感じで、グラフィックも綺麗になってキャラクター的にもなんかすごいいい女性とかになったら、もうイメージ変わっちゃうじゃないですか。で、ノリカのイメージ変わると、ノリカこれだけだったらいいんですけど、3にも繋がってくるわけじゃないですか。3でさらにイメージ変わってしまうと、1の主人公ってノリカと結婚して死んでしまって、3でサイボーグとして蘇るっていうのが正史であるんですけど、その時にノリカとの結婚生活とかも夢で見れたりとかするんですよ。もう過去の悪夢みたいな感じで。その時に、いやノリカ意外といい女っぽいから、あれでもなんか昔と印象変わってきちゃうなみたいなことにならないかなって心配ですね。あとは例えば11でシアンが社長じゃなくて普通に出てくるとか、そんな追加要素とかすると嬉しいというか、おーってなったりとか、嬉しいのもあるかもしれないけど、でもだいぶ話変わってきちゃうよねっていう。だから特に静止を変えてしまいそうな追加要素とかはかなり危険だと思っていて、まあ最初の追加要素はあくまでこれまでのユーザーのイメージが変わってしまわない範囲とか、ユーザーが離れてしまわない範囲にしておいて、 R が増えて R3 とか R4 とかリメイクしていく中でユーザーの様子を見ながら、例えば追加を望む声が大きくなったら、まあ、金髪のバグ彼女系ですよね。ジュンさんとかイオリさんとか、ジュンさんとかリンさんとかユラリとか、あそこら辺から追加していくのがいいんじゃないかな。そこら辺追加しながら試していってほしいなぁと思ってますね。あの辺は僕も攻略したいんで。ちょっと今度、パワポケ R で追加してほしい彼女ランキングトップ10っていうのも出そうと思って動画自体を作ってあるんで、そのうち出すんで見といてください。で、3つ目。これ気になってる人多いんじゃないかなっていうか、超心配してる人多いと思うんですけど、描写の規制ですね。いや、描写の規制、パワポケ危ないと思うんだよね、結構。っていうのが、パワポケって人死ぬんすよ。ガンガン死ぬんすよ。めっちゃ死ぬんすよ。ゆうきくん、墓に埋まってるし、屋上からバイバイしちゃうし、彼女脳みそだけになっちゃうし、もうこれ以外にもね、もう本当にいっぱい死ぬ。小学生の女の子が治療費が足らずに死んでしまったりとかもあるし、もう胸くそ悪い死がいっぱいある。んで、彼女寝取られるんですよ。もう、ナマズに負けて寝取られたり、もうファミレスの店長に寝取られたり。で、まあそれだけじゃなくて、まあ、薬物もやるんですよ。これ敵が薬物やってますけど、味方も薬物やるし、主人公も薬物やったりもしますね。はい。まあ強制的にやらされたりもあるし、まあ治療のためやったりとかもいろんなパターンがあるんですけど、この人に関しては完全にドーピングです。試合前に注射させて、皆さんやりますぞって言って注射させて。これが効いてる間、わしらは最強じゃって言って戦ってくるんですよね。もう、シャレになんないですね。こういうの、規制食らわないかなっていう。結構危ないよね。パワポケ知ってる人ならわかると思うけど、なんでこれセロ A なんだろうっていう。結構危ないよね。大丈夫かなっていう心配がものすごいあります。でも、この描写に関する規制を可能な限りせずに原型のまんま出してほしいなっていう願いがありますね。
まあ、ただ、まあ、どうあがいてもきついかなって思ってるのがここら辺なんですよ。特に左はもう本当にやばいかなと思ってて、ミサイル北高校とか、この一発で片付けてやるっていうセリフ、これ自体もゲームボーイカラーではあるんですけど、アドバンスだとセリフがないんですよ。一発で片付けてやるっていうセリフが規制されて消えたんですよ。いけるのかな、ミサイル北高校。きついかなって。あと、右側の人とかは、まあね、あれという、子供の神様っていう設定なんですけど、まあ思いっきりあれですよね。ほほって言って、エレクトリカルビームとか打ってきますからね、こいつ技名で。もうめっちゃ喧嘩売ってるでしょ、みたいな。この辺が出てしまうと、もしかしたら左が R で出てきたら、R1 回で終わっちゃうんじゃないかなとか、右が R11、リメイク11作品目で出てきたら、R11 で終わって R11 が幻の作品になっちゃうんじゃないかなとかは思ったり思わなかったりしてるんで、どうしてもダメだろうっていう。もうこの今の情勢とか世の中的に絶対これ出しちゃダメだろうっていう、まあ、代表格が一番左で2番目が右だと思ってるんですけど、ここら辺の部分はまあ最悪仕方ないかなみたいに思いつつ、まあでもね、人が死ぬとか、薬物使ったとか、女寝取られたとか、なんか屋上から彼女飛び降りたとか、まあその程度だったらパワーポケだったらいいでしょうっていう感じで規制せずに、なんとか乗り越えてほしいですね。まあそこの、パワーポケだったらこんぐらいいいだろうっていう基準がだいぶ狂ってる気もしますが、パワーポケやってる人、多分ここの基準ガバガバになってると思います。見てる人も、よ、別に人死ぬぐらい野球ゲーム普通じゃねって思ってるかもしれないですけど、普通じゃないです。野球ゲーム普通人死なないんです。これパワーポケだけなんで。またね、そこがパワポケの魅力っていうこともあるんで、今これパワポケ R、この冬発売でセロ、審査予定、レーティング中なんですよ。審査予定なんですけど、まあここもね、どれになるかなって、 A かな、 B かな、 C かな、 D かな、 Z かな、 A で行ってほしいなと思いつつ、みんなどれだと思う？セロどうなると思う？まあね、ここら辺をなんとか乗り越えてほしいなと思っています。ということで、今回はパワーポケ、これはやめて、パワーポケ R に望まないこと3選でしたが、いかがだったでしょうか。次回、明日はリメイクに期待すること3選を逆に紹介していこうと思います。あと今後は毎日パワーポケ考察を18時か20時、まあ基本20時だと思うんですけど、やっていって、18時の方は静止実況 R の方をやっていこうと思いますので、もしよかったらね、パワーポケ考察のネタとか、こんなの考察してほしいよとか、まあ、新作に限らずキャラクター紹介とかも歴代の主人公やったりとか、細かい小杉とかもそうですね。あと彼女キャラの紹介とかも細かくやっていこうと思ってますので。あと設定とかもそうだね。考察やりたいこと結構あるんですけど、まあ、こういうのやってほしいよ、こういうの見てみたいよ、みたいなことがあれば、コメントで教えていただけると嬉しいです。あとはぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様です。